ボランチに小野伸二、宮本、稲本来ました。そして左になりまして、インドが1対0で勝っています。ということで勝ち点3で今日本とインドが並んでいるところなんです。もう一度さあロングシュートっていった。いきなり小野伸二の右足、キーパーのハサン、まあ、こういう時はこの中途半端な距離がゴールキーパーから危ないですよ。今戻った、柳沢このチャンスを生かす。かし高原、まだある、中田、中田、もう一度柳沢、すごい集中力でシンガポール。読みながら中村、縦へのドリブルからもう一度、さあどうする、シュートだ、高原、よっしゃメンバーがアップを始めています。さあまたかわして小野、素早いボール交換、小野、そしてフリーになった中村、中村左足、狭い方を狙っていきましたが、何があってもおかしくない、まあ、オマーン戦もそうでした。もっと点が欲しいところなんですが、逆にシュートを打たれた、から差し正面。シンガポール、グラボバチ、4年連続 S リーグ得点王、そして右サイドからリドワン、リドワンのシュート、枠に来ています。のも必要なことだと思うんですが、さあ中村、中村からサントス、サントス左足シュート、止めた、クリア。キーパーもね、試合の内容を見て、相手のレベルを見て、僕が得した2人はいらないと思いますね。インドラ、インドラ、インドラシュート、選手、いやもう完全に今ね、コーナーキック、今度はどうだ、鈴木こぼれている、よしよし、藤田、藤田投手や、よけた、いい第一、日本ようやく勝ち越しです。イバロンの道となってしまいました、このシンガポール戦。さあ振り向いてシュート、中盤のボール拾われた、シュート、最後の最後まで攻めてくるシンガポール、そしてここで試合終了のホイッスルです。日本2対1。